1988年8月22日、埼玉県飯能市にて4歳の少女が行方不明となるのです。ご家族は警察に相談をいたします。身の代金目的の可能性を示唆されますが、結局身の代金の連絡が来ることはありませんでした。実はこの事件は日本を震撼させた大事件の始まりだったのです。 この事件の裏に果たして何があったのか本日はこの事件に触れていきたく思います。最後までご視聴のほどお願いいたします。それでは行きましょうか それでは、この事件について、皆様に、ご説明させていただきます。1988年、10月3日、午後3時頃に第2の犯行に及びました。当時7歳だった B ちゃんを、埼玉県飯能市の路上で連れ去ります。その後、手を下します。B ちゃんが戻らないことから、父親が午後10時40分に警察に通報。 A ちゃんの事件が起きたばかりであり、関連性がある可能性を視野に入れていたものの、身の代金目的の誘拐の可能性も考えて被害者宅に張り込み、録音機を設置して犯人からの電話に備えていました。犯人から電話が来ることなく、B ちゃんの事件も A ちゃんと同様に捜査班が設置され、公開捜査となります。第3の事件は、1988年、 12月9日でした。午後4時半ごろ、犯人は、川越市にいたシーちゃんに声をかけ、車に乗せ、連れ去ります。飯能市にある、県立少年自然の家までシーちゃんを連れて行くと、卑猥な写真を撮ります。そうすると、シーちゃんは泣き叫びます。そして、午後7時に山林で手を下してしまうのです。母親が警察に通報しており、 埼玉県警は3人目の行方不明事件として、同様の体制を取りながらも、連続行方不明事案総合対策本部を設置しました。そして12月13日には、県立少年自然の家の職員が、近くの川原でしーちゃんの衣類を見つけ、その2日後に、冷たくなったしーちゃんが発見されます。1989年2月6日。 A ちゃんの遺族宅前に、A ちゃんの骨の入った段ボールが置かれていたのです。10日には新聞や雑誌の文字を切り抜いて、今田優子の名を語り、朝日新聞東京本社に犯行声明を送り、11日には A ちゃん宅にも、同様の犯行声明が送られます。犯行声明の内容は上記を一したものでした。今田優子は不妊で子供を産めない体の女性で、 子供欲しさに犯行に及んでしまったと綴っていたのです。1989年6月6日、東京都の江東区下の目、午後6時頃に、リーちゃんに声をかけて車に乗せ犯行に及びます。1989年7月23日、東京都、八王子市で姉妹を狙って犯行に及び、妹の写真撮影をしていたところに、 逃げた姉が父親に通報したことで、犯人は現場で、父親に取り押さえられて逮捕されます。実は、ここで取り押さえられた人物が、一連の事件の犯人だったのです。では、この犯人は、なぜ、このようなことを行ったのか、犯人の人生に触れていきたく思います。この、日本を震撼させた事件の犯人である、 宮崎勤について説明させていただきます。宮崎勤の父親は、東京都西多摩郡五日市町で新聞会社を経営しており、母親も共働きをしておりました。両親共に多忙だったことから、宮崎勤が生まれてすぐに、当時30歳くらいの男性を子守として住み込みで雇っており、その男性と祖父が面倒を見ていました。家族構成は祖父。 祖母、父、母、二人の姉妹、二人の兄弟の9人家族で、幼少期から内気だった宮崎勤は祖父に可愛がられて育っております。幼少期から手首を回して手のひらを上に向けることができない、先天性の病気を抱えていました。これにより、幼稚園時代に、バカにされることもあったのです。小学校時代は、 成績優秀で、怪獣博士、と呼ばれるほど、特撮などの怪獣に夢中になっていたそうです。そのことから、クラスの人気者までは行かなくとも、クラス内に居場所があったのです。中学校に入学してからは、中学校1から2年生の頃は陸上部に所属しており、3年生になると将棋部に所属していました。将棋で負けると異常に悔しがり、 その相手を何としても打ち負かすために攻略本を読みあさり、努力をしていました。高校は自宅から片道2時間もする明大中野高校に入学いたします。母親は英語教師になるためにこの学校を選んだと勘違いしていたようです。高校に入ってから目立たない存在となっていきます。それと同時に成績も低迷していくのです。 その結果として、付属推薦をもらうことができなかった。明治大学を諦めて、東京工芸大学短期大学部画像技術科に進学しましたが、同級生には俳優の川崎麻代さんがいました。けれども、目立たない存在だったようで、川崎さんは、宮崎勤のことを知らなかったそうです。1983年4月に短大を卒業し、 おじの紹介で、小平市にある印刷会社に就職して印刷オペレーターとして働き始めました。しかし、勤務態度が非常に悪く同僚からの評判もすこぶる悪かったのです。そのため1986年に神奈川への転勤を命じられますが、断った上で自己都合による退職をします。その後、両親が家業を手伝うように呼びかけしましたが、 宮崎勤は手伝うことなく自室で引きこもります。半年経った頃から家業の手伝いを始めますが、お得意先に原稿を受け取りに行くといった簡単なものでした。時間の多くを趣味に費やすこととなります。同人誌を作ろうと、仲間を集め、一度だけ送還しますが、周囲との人間関係に問題があり、同人誌を諦めます。その後に ビデオサークルに所属して、全国のユーザーが録画したアニメや特撮ドラマなどのビデオテープを交換を行い、コレクションを増やしていきます。ビデオサークルでも、他のユーザーに対して、無理な注文をすることが多かったため嫌われていました。1988年5月16日に大好きだった祖父が死去したことで、何かが崩れ、犯行に手を染めていくこととなります。 オタク気質であったり、声明文の異常性などから、世間の注目を集めることとなります。裁判では、あまりにも身勝手なこと、少女を手にかけた後に、行為を行っていたのを撮影していたことなどもあり、極刑が言い渡されます。